夢のバーベキュー。自分の家の庭でのバーベキューはいわゆる一つのみんなの夢だ。夏が近づくとホームマガジンのグラビアには楽しそうなバーベキューパーティーの様子が載り始める。緑の芝生、色鮮やかなビーチパラソル、白いガーデンテーブル、その上にセッティングされた色とりどりのトロピカルドリンク、刀みたいな金串に刺された肉の数々、楽しげな語らい、王を振る犬。アメリカンドリームならぬ、まさにジャパニーズドリームそのものといえる光景である。僕はその昔、こうしたバーベキューパーティーに招かれて行ったことがある。パーティーは友人の家の庭で挙行された。真夏の午後であった。そしてこのパーティーは、ドリームどころか悪夢のような真夏の午後となってしまったのである。あれ以来友人は断るごとにバーベキューパーティーは二度とやりたくないという。友人の家のパーティーはまさに戦術のグラビアページそのものといった雰囲気で開始された。いや、彼のパーティーの方がもっと念がいっていたかもしれない。何しろ備品のすべてが新品であった。パラソルも白いテーブルも新品だったし、燃料のチャコールなんとかという豆炭みたいなものは封を切ったばかりだし、主役の鉄製のバーベキューセットは新品特有の熱の匂いを漂わせていた。畳10畳ほどの細長い庭にパラソル、テーブル、バーベキューセットを並べ、10人ほどの人々が群れ集うと、それだけでもう満員なのに、庭の片隅にはなぜかテントが張られていた。テントの周りには実に様々なものが並べられていた。ハンゴー、軍手、水筒、このあたりまではまあわかる。双眼鏡、防水付き懐中電灯、シャベル、コッヘル、ラジオ、磁石、釣り竿、サバイバルナイフ、ポリタンク、斧。こうなってくるとどうも様子が変だということになる。楽しげなバーベキューパーティーであると同時に、災害緊急避難用品展示会場でもあるといったような錯覚にとらわれる。後で友人が述懐したところによると、雰囲気を盛り上げるための品々であったという。テント周辺の暗い雰囲気から一変して、テーブルの上は急に明るく、色とりどりの紙コップ、皿、ストロー、トロピカルドリンク、パイナップルが並んでいる。そこのところへ本日の主役の友人がアフリカ探検隊のような格好で颯爽とお出ましになった。カーキ色のポケットがいっぱいついた半ズボン、膝までの長いストッキングにキャラバン風シューズ、サファリジャケット風半袖シャツ、腰には探検さえ下げている。新品のバーベキューセットといい、この服装といい、彼のこの日にかけた意気込みのほどがうかがえるのであった。異様な会場への異様な人物の出現で、会場の様相はさらに混乱の度を増した。アフリカ探検隊が突然天変地異に遭遇して難民キャンプに緊急避難し、その後急遽ハワイ方面に赴いてパーティーを開催しているといったような、なんだかよくわからない雰囲気になった。とにもかくにもパーティーは開始された。開始と同時にこのパーティーには様々な難関が待ち受けていたことを人々は知るのであった。難関の第一は暑いということであった。考えてみれば当たり前の話だが、真夏の午後の太陽は暑い。パラソル一個の影などなきに等しい。人々の頭は真夏の太陽で直焼きされることになった。その暑くて狭い庭の中で、大量の豆炭をカンカン炊きにするのだ。暑くないわけがない。缶ビールは瞬時にして生ぬるくなった。難関の第2は、
かゆいということであった。ヤブカの大軍の襲来である。直ちに蚊取り線香防虫スプレーで応戦したが、そんなことでひるむようではヤブカ商売やっていけるはずがない。第三の難関は煙であった。これまた当たり前の話だが、火の上で肉を焼けば煙が出る。この煙に現代人は弱い。日頃ケムとは割に疎遠な生活を送っているせいもあって、その対応に慣れていない。人々は闇雲に逃げ惑い、物陰で涙を拭くのであった。四番目の難関はまずいであった。豆炭は火力の調節ができないから、微妙な焼き加減は到底望めない。どうしても生か焼きすぎか、どちらか一方を選べということになってしまう。おしなべて人間は熱いと不機嫌になるものである。かゆいに対しても心穏やかではいられない。煙も言うまでもなく不快である。まずいは当然腹立たしい。熱い、かゆい、煙、まずいの人間の四大不快要素と言われているものが、よりによっていっぺんに襲ってきたのだ。これで楽しかったらおかしい。会場から潮が引くように会話が減ってゆき、やがて絶滅した。そのうち、この肉はここで焼くより台所で焼いてきた方がうまく焼けるのではないかと言い出す人が出てきた。それはそうだ、そんなことは初めから分かっている。これも台所で、あれも台所でという声が多くなり、料理の主力は次第に台所に移っていった。台所と会場の往来がだんだん激しくなっていった。こうなってくると、人々は何のために庭にいなければならないのか疑問を持ち始めるのだった。炎天と猛火の狭い庭で、子供はむずかり、親はたしなめ、犬はあえぎ、ビールはぬるむ。背中には汗、足には蚊、目には煙、口には焦げ肉、いいことなど一つもない。それより何より、このじりじりと照りつける日差しを避けたい。この強力な加減から遠ざかりたい。見れば家の中では、ゴムの木の葉がクーラーの風にひんやり揺れている。料理の主力も台所に移った。庭にとどまる理由は何一つなくなった。人々はまだ燃え盛る加減と様々な展示品が並ぶ会場を後にして家の中に入った。ひんやりとした家の中で、改めて炎熱の会場を見やりながら、一体我々は何のために庭に出て行ったのかということを反省し合うのだった。